こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、営業保証金の還付についてね、お話しさせていただきます。これはすごく全体像が、まあ、重要なんですね。で、ちゃんと理解をしておきましょう。ちゃんと理解する。つまり、還付請求ってどんな時に起こるのか。で、どんな手続きの内容なのか。そこをちゃんと押さえておくってことです。まず、これ、宅建業者これいましたと。宅建業者がね。で、一番最初、宅建業者は免許を受けるわけですよ。なんで、免許を受けるわけです。これ、免許権者。例えば、神奈川県に、本店を置く、不動産会社を設立しました。で、まあ、支店なしと。神奈川県のみ。であれば、神奈川県知事から免許を受けるわけですね。つまり、免許権者は、神奈川県。本店が東京で、神奈川県とか千葉に支店があります。そういった場合は、免許権者っていうのは、国土交通大臣になるわけです。で、今回は、本店だけ、まあ、どこでもいいですよ。鳥取でもいいし、千葉でもいいです。本店だけ設立した会社を考えると、供託しなければいけない営業保証金っていうのは1000万円ですよね。で、この1000万円どこに供託するんですかというと、本店最寄りの供託所なんですね。まあ、これは具体的にどこなのっていうのは別に覚えなくてもいいです。例えば横浜だったら、横浜地方法務局かなとかに、こう、供託するんだけども、その細かいところは覚えなくていいです。覚えるべきは、本店最寄りの供託所なんだってところをちゃんと理解をしておく。で、供託所って何なのって、思われるかと思うと思うんですけども、あのね、法務局って言われるとこなんですよ。国の機関があって、法務局っていうのがあるんですね。ちょっと調べてもらうと、おそらく出てくると思います。何々県法務局とかって入れると、ブワーって出てくるんですよ。で、そこに行くと、このね、1000万円とか供託できるような場所があって、法務局に行くと、その中に供託できるところがあって、まあ、そこに供託する。供託っていうのは、イメージとしては預けるっていうイメージですね。これ1000万円預ける。で、これ何のためにこの1000万円預けるのと。これ営業開始前にこれ預けるんだけども、なんで預けるのか。これもちゃんとね、理解しておきましょう。不動産会社って、この取引するときって意外と高額商品を、取引するんですよ。建物考えてください。2000万、3000万とかね。高額じゃないですか。普通の人から考えてね。そういったものを取引するんで、万一損害を与えてしまった場合、その損失も意外と大きいんですよね。損害賠償額も大きくなるわけですよ。そんな時に、この業者が、お金全くありませんってなったら、その取引相手の被害者がかわいそうなんですよね。お金取り立てられないじゃないですか。だから、事前にそのお金を預けておきましょう。だから、毎日ね、その業者が、お金をね、現時点にお金なかったとしても、取引相手は供託所から、その預けたお金を、お金から賠償金をもらうということができるんだよっていうルールになってるんですね。だから、営業を開始する前に預けとこう、供託しておいてくださいねっていうふうなルールになってるんだというところです。で、まあ、供託しました。営業を開始します。で、これ取引相手が出てくるわけです。業者とこう取引しましたと。でね、業者が例えば、建物を売りましたと。で、手付金で、まあ、このね、取引相手、一般のね、方が、200万円手付金で払ったと。後になってクーリングオフで解除しましたと。そうすると、宅建業者は200万円預かったもの、これちゃんと返さないといけないですね。200万円ちゃんと返さないといけない。にもかかわらず、返さない。この取引相手は困ったわけですよ。で、そういった時に、この最寄りの供託所、これ1000万円預けてるんで、そこから回収するわけですね。請求する。まず、200万円、被害を被ったんで、還付してもらえませんかって。還付っていうのは弁済っていう、まあ、イメージでも構わないです。弁済、いわゆる200万円っていうもの、これ損失を被ったわけですよ。その200万円を代わりに弁済してくれませんかっていうふうに請求かけるんですね。まあ、還付請求っていう言うんですけども、還付請求する。で、そうすると、供託所が、ま、いろいろね、見て、ああ、そうかと。これは返さないといけないな。で、200万円を還付する。いわゆる弁済するわけなんですね。これで取引相手は200万円損害被ってたけども、これで OK なわけですよ。ね。ちゃんと戻ってきた。めでたしめでたし。でも、供託所としては、1000万円預かっていて200万円を渡したわけだから、今現状、マイナス200万円なんですよね。まあ、800万しかない。そうすると、200万円足らないわけですよ。
200万にこっち還付したんでね、弁済したから。だから追加で200万円をもう一回供託してくれって言いたいわけですよね。これどうやってするかっていうと、まず供託状が免許経営者に伝えます。あんたのところの業者200万円還付したことによって200万円不足してますよと、あんたから言ってくださいって供託状が言うんですね。そうするとここから免許経営者から通知が来るんですよ。200万円弁済されました、還付されたんで、供託してくださいねっていう通知が来ます。そうするとね、どうするかっていうと、これ通知の中に書いてあると思うんですけど、2週間以内に供託しろって書いてあるんですよ。だから業者は2週間、これウィーク、2週間ちょっと2週間で書くのがあれなんで、ウィーク英語でちょっと書きました。2週間以内に通知を受けてから2週間以内に供託します。200万円を供託する。で、ここからまたややこしいかもしれないけども、供託してから、供託してから2週間以内に届け出をする、この流れなんですよ。ちゃんと覚えてほしいのは、2週間以内に届け出をしてくださいねっていう。つまりここからね、通知を受けてから最後のこの届け出をするまでの一番最長っていうのは4週間あるんですよね。勘違いしてる方、これを全部2週間の間でやるっていうふうに思われてる方いるけども、それは違うよと。ここからここの間に2週間、通知を受けてから供託するまでで2週間以内にやってくれ、だからマックス2週間あります。で、届け出をした後、あ、すいません、供託した後、届け出をするまでの間、ここも2週間あるんで、全部でね、通知を受けてから届け出をするまでの、こう行って、こう行くっていう、ここまでの間は全部で、マックス4週間あるんだ。この4っていう数字は覚えなくてもいいです。2週間、2週間ですね。っていうのをちゃんと頭に入れておきましょう。で、この営業保証金の部分で数字覚えるのめんどくさいですっていう方意外といるんですけども、この部分っていうのは、あのね、原則例外っていう方法で覚えていくと、すごく効率的です。原則2週間な。原則2週間っていうふうに覚えちゃうんですね。営業保証金とか、保証協会のところ。で、それ以外に1週間とか、1ヶ月とか、そういった例外的なものがあるんですよ。それを覚える。そっちを覚えて、それ以外だったら全部もう2週間っていうふうに考えちゃう。っていうようなやり方をすると、一個一個覚えるんじゃなくて、そういった例外だけ覚えて、それ以外は原則で2週間なんだっていうものを覚えた方が楽なんでね。そういった覚え方も一つあります。ね、ぜひですね、使っていただければと思います。で、今回のちょっと問題に入っていくんですけども、このメルマガね、まだご登録してない方、されてない方っていうのは、問題って何なのと思うかもしれないですけども、その、YouTube の下の方に、問題文書いておきます。答えも載せておきますんで、そちらご覧ください。メルマガの読者さんはね、メールで届いているメルマガをぜひ、見ていただければと思うんですけども、問題どうなってるかっていうと、宅建業者は、取引の相手方の権利実行により営業保証金の額が政令の額に不足することとなった時はって書いてありますよね。これどんな状況かっていうと、取引相手に権利実行されたわけです。これ権利実行されたって、これどういうことかっていうと、還付請求されて還付された、これが権利実行されたってことなんですね。いわゆるこれ取引して、いわゆる損害賠償請求権みたいなね、まあ今回言った手付金の返還請求権っていう権利を持つわけですよ。手付金返還請求権、その権利を実行して、まあその権利を使ってかな、イメージとしては権利を使って供託所から200万円を回収する、そのことによって営業保証金の額が政令の額、政令の額って1000万円ですね、これ不足したわけですよね。こういう状況、今800万円になっちゃったよっていうのがこの問題文の内容なんですよ。今回の具体例で言うと。そうなった時はどうなるのか。問題文は、供託所から、不足額を供託すべき通知書を受けた日って書いてあるんで、ここから通知を受けるってことですね。通知を受けて、その日から2週間以内に供託しなければいけない。不足額っていうのは今回で200万円ですね。200万円を供託しなければいけない、丸か×かっていう問題です。はい、この問題文、供託所から業者に通知が来てますよね。で、それに応じて2週間以内に払う、これ合ってますか？違いますよね。供託所は免許経営者に通知して供託しろっていうのは直接はね、こっから来るんですよ。
供託所から直接こう来るんじゃなくて、免許検証からこう通知が来るわけですよね。だからこの問題は罰なんだっていうことです。ちゃんと理解しておきましょうね。引っ掛け問題に引っかかりました。じゃあ、話になんないんですよ。別にこれ引っ掛け問題でも正直ね、なんともないんですよ。問題文ちゃんと読んで、これちゃんと理解してたら、ああ、これ還付請求の問題なんだなって、これパッと頭に思い浮かべてね、もうこの図をそのままね、頭に浮かべたらいいんですよ。絵としてね。絵として頭にバッて浮かべて、で、問題文見ると、こっからこう通知になってるぞと、あ、これ違うじゃないかっていうので、答え×で終わりなんですよ。多くの方がこれ文字をね、読むんです。文字を読む勉強はダメです。ちゃんとイメージしながら読んでいく。あ、こうこうこういう状況なんだ。例えばね、この取引の相手方の権利実行によりっていうのも、これ何言ってるのか分かんないって方もいると思うんですよ。こういったところをちゃんと調べながら理解をしていく。今で言ったら、手付金返してもらえない、返してもらえるはずの手付金が返してもらえないことによって、権利を得たわけですよね。手付金返還請求権、その権利を実行してって言ってたじゃん。それを使って、200万円回収する、これが取引、取引の相手方この人ですね、これの権利実行によりの意味ですよ。こういったところをちゃんと理解をしていけば、正直難しくもなんともないし、あとちゃんと問題も読んでいれば、引っ掛け問題も引っかかることない。だから理解というもの、ちゃんと今これ解説っていうのかな、法律をちゃんと理解する、あと問題文を理解する、これちゃんとできていれば答えはおのずと導けるんでね、そういった勉強をぜひやっていきましょう。